やから先輩、元気ですかもう、なんか、風の噂というか、いろいろ見てると、もうそろそろ退院できそうだとかってね、YouTube とかで見たんで、まあ、本人に私聞けばいいんですよ。別に、繋がるんで、電話とか LINE とか繋がるんで、ただ、ちょっと前だと、まだ、ちょっとかかりそうっていう本人のことだったんで、わからないのであれなんだけど、あの、元気になったらさ、やから先輩、あの、前、私言ってたじゃないですか、案件があるよ。 案件が本当にあるんです。あるんです。あります。ね。えー、だから、ぜひ一緒にね、この、私の企業案件をね、一緒に成功させたい。ね。なんだと思います皆さん。はい。シャンプー。ね。<laughs> 男性用シャンプー。嫌みでも何でもないです。シャンプーとか、あの、育毛、増毛に <laughs>、いいシャンプーとね、この、 このスカルプっていうのを私のところにそういう企業案件が来ているんで、これをやから先輩とこの協力してやっていけたらな。そういう、そういうじゃなくていいんじゃないかなっていう。あの、この企業案件に対して選ぶことは私がその会社から一時されてるんで、私はやから先輩がいいなっていう。 いいなって思っているんで、どうかなって言って、この、あの、YouTube を通して言えば、いやって言えない。いや、だから復帰した時にはもうそういう案件があるんだよっていう。あの、もうそれはやから先輩から見たの、このニきクキ大関なんて私はこの仕事は持っていかないですかね。はい。ヤから先輩に。 <laughs> 大関と関係は私も付き合いがある。大関仕事もあるけども、そこがそうだからって言ってここがっていうわけじゃないので、ね。これは大関には持ってるね。やから先輩にどうにか、あの、この案件を持っていって、復帰の礎としてほしいということでね。うん、どうなのかな怒るかなやから先輩。いいよ、あれだと思うけどな。やから先輩がこのシャンプーをね。 商品に聞きますという。本当はだから、私が行っお会いした時には、その商品を渡してですね、何ヶ月か使っていただく使用感だとかね、そういうことだとかっていう話だったんですよ。うん。こういう話とかがあるので、私は案件があります。これもうだいぶ前からなんです。で、私はそれをもう使っております。ええ。もうずっと使ってて、その、やっぱり、 あの、本当に、抜け毛が少なくなったとか、ちょっと髪の毛がしっかりしてきたっていうか、やっぱり年齢とともに細く柔らかく、なんか触り心地はなんだけど、ちょっとしっかりしてきたような気がするんでございますね。なので、ね、まあ、今からね、やから先輩が間に合うかどうかは別として。<laughs> いや、あの、その、それが、うん、うん。だからこそ、だからこそで、なんです。だからこそなんですよ。ね。ここはもう、もうやっぱり、 あの、石田一世さんか、ヤカ先輩か。まず、まず、矢から先輩。この、交うがあるところね。ね、石田一世さんも、この、髪の毛に対してね、えー、人方ならぬ、この、ご自力と、ね、今のはあって、いろいろ、あれ、やられてるじゃないですか。だからこそっていうのは、まあ、そこも並行して、矢から先輩と石田一世さんとね、こう、両輪で、いやいや、みんな笑、笑ってる場合じゃないって、割と本気なんですよ、私。だから、あの、ここをね、 あの、うまく活かしたいなっていう。ね、こう、あの、どうかなって言ってあの、ね、いやいやいい、あの、嫌味でもなんでもどうかなっていう。そういう風うにしたらいいかなみたいな。はい。なんです。よろしくお願いします、ヤ原先輩。はい。